影姫、または、山下影りは、日本初期や、古事期に登場する上古の人物、竹内すくねの母とされている。危機では、都道尾子の一族の女性とされており、竹内すくねを生んだことになっている。ただしこれらの記述は、木一族の家電によっていると推定されており、日本古代史学者の騎士敏夫は史実であるかどうかは、慎重な検証を要すとしている。なお、 都道尾子の直径は、木の国の国の宮津子で、神別氏の木の国造家の子祖である。影姫、竹内すくね、木門スクネを経た一族であるスメラ別氏の騎士とは、別系統として区別される。影姫は、騎士の子祖とされる都道尾子の娘。慶光天皇の3年、祭子のため天皇が木の国へ巡行する予定が中止となり、その名代として、奥仕をし男。 竹尾慎命が派遣された。奥州市男、竹尾慎命は、木の国の阿蘇名かを訪れ、九年の間その地に、留まった。この時、騎士の子祖であると道尾子の娘、影姫が、や、州市男、竹尾慎命の妻となり、竹内宿根を生んだ。後に、竹内宿根の子、木、隅宿根の子孫は、竹内宿根の母の影姫が、 木の国の国造家の出自であったことから、騎士と称した。山下影日売りは、貴国像の祖である、宇都び西への妹。山下影日売りは、宇都び西への妹で、日古切れと、大野新命との間に、盾内すくねを生んだ。なお、吉川博文館、国史大辞典、騎士年親講談者、日本人、明大辞典は、この妹は、 現代の時期通り屋に妹の妹としている。日本書紀と古事記では細部が異なるが、宇都美西には、都道美子と同一人物と推定されている。竹内すくねは、実在の人物ではなく、旧時成立後に、蘇我氏や中富のかたりらのエピソードを中心にして、作り上げられたものと推定されている。現在の和歌山市と推定する説がある。ありがとうございます。